上平グリーンヒルファームままえ、グリーンヒルウィンドパークは北海道ままえ郡ままえ町にある集合型風力発電所通称ユーラスままえウィンドファーム1999年11月運転開始日本国内初となる大規模風力発電所であり風を有効活用して地域の活性化を図る取り組みを行っている トママエ町の町営牧場に20機の風力発電機を設置している。創出力は2万キロワットであり、一般家庭約1万5000世帯分の電力を発電している。第5回、新エネ大賞資源エネルギー庁長官賞を受賞し、新エネ百選に選定されている。隣接するトママエウィンビラ発電所と合わせて、 町営牧場にある風力発電施設の総称を上平グリーンヒルウィンドパークとしており、上平グリーンヒルウィンドファーム周辺地区として平成13年度、美しい街並み賞優秀賞を受賞している。周辺区域では新とままへ風力発電事業を計画している。風車はシーメンスによる1 0 0 0ット、2 0 0ット風車、シーメンスウィンドパワー A、 S19 機、東芝による2 0 0 0ット風車1機を設置している。シーメンス製風車の回転数は 22.15rpm、ローターの直径は54.2メートルある。ありがとうございます。